青く輝くテレビ塔。コロナとの戦いの最前線にいる医療従事者への感謝の気持ちを表しています。今日、道内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてから2年となりました。今日も2775人の感染が確認された道内。2年経った今も新型コロナウイルスは猛威を振るい続けています。ここで新型コロナウイルスに関する新しい情報です。関係者によりますと、道内で女性が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。初めて道内で感染が確認されたのは、中国武漢から観光で来ていた女性でした。その後、感染の波が次々と押し寄せます。緊急事態宣言が発令。北海道、岡山、広島に緊急事態宣言。2年で北海道には緊急事態宣言が3回、まん延防止措置が4回出されました。この間、次々と発生したのがクラスターです。災害派遣要請を受けた自衛隊の看護官らが今、吉田病院に入ります。旭川では自衛隊が派遣される事態となりました。コロナは病床満床なので、新患は受け入れられません。そして医療体制は危機的な状況に。医療崩壊目前となり、スタッフにも大きな負担がのしかかったといいます。満床もしくは、オーバーベッドの状態になっておりました。自分たち自身の感染防御もしながら患者さんのケアをしていくということで、精神的肉体的負担が大きかったんじゃないかなというふうに思います。急激な感染者の増加で、現在の病床使用率は札幌市で 24.3%、 道内全体では 26.2% まで上昇。病院でも警戒を強めています。高齢者の方にだんだん広がってきている印象があります。危険を今感じています。2年が経ち、さらに勢いを増すコロナ感染。戦いが長引く理由、それは変異株です。アルファ、デルタ、オミクロンと変異のたびに大きな感染の波を形成。今日までに道内では84,264人が感染、1,498人が死亡しています。こうした中、最後の切り札として投入されたのがワクチン。道内でも去年2月から接種が始まりましたが、医療従事者から高齢者へと接種が進む中、クリニックへの予約や問い合わせが殺到。ワクチンがね、ちょっとこう入りにくくなっている状態がありますので、ワクチンの供給が不安定となり、予約の受付を停止するなど、クリニックは一時混乱に陥りました。数百名以上の方々に一本一本電話をして、日程の振り替えをお願いしたっていう非常に大変な苦労がありました。今も3回目接種の対応に追われる日々が続いています。前倒しになった職域接種の対応など、これから夏まではまた忙しい期間を過ごさざるを得ないかな。コロナとの戦いが始まってから早2年、未だ出口は見えないままです。